式の鉱山は九州南西部の鹿児島県市式の市にある金や銀を算出した鉱山300年以上の歴史を持つ算出した金の量は国内第4位の56トン競技には西山港、足賀の港を指すが抗議には足賀の金山、荒川鉱山、橋間鉱山、リ城鉱山などの鉱山群を含めて扱いこれらの鉱脈群は 東西1 2トル南北4キロメートルの範囲に分布する。1994年に創業を停止し、並行してゴールドパーク串木のというテーマパークも設けられたが、それらも含めて2003年に施設閉鎖される。2005年より一部の行動を利用して、薩摩金山像となった。一木串式の市街地北部に広がる山地は、 中心予行期から先進予前期に活動した北札火山群に属する火山の名残であり、北札安山岩類と呼ばれるプロピライト化作用を受けた奇跡安山岩からなっている。その中にアサネス水性含む金銀石影、崩壊石脈が排退している。400万年前に高温の地下水によって作られた熱水交渉であり、石英や 崩壊石からなる鉱脈に金や銀がエレクトラムやテルルカ金として含まれている。鉱石は主に銀黒鉱とお白い鉱が産出され、金銀比は約1時10分であった。下率が丘周辺に約40本の鉱脈が分布する。多くの鉱脈は東北東から西南西の方向に伸びており、東南東に45度の傾斜で地下へも伸びている。主な鉱山は 北西から、橋間鉱山、荒川鉱山、西山鉱区、足賀の金山、セ里城鉱山の順に並んでいる。大きな鉱脈は、北西から三瀬、荒川、串木の一号、串木の十五号などと呼ばれる。中でも最も大きな鉱脈は、串木の一号であり、その規模は幅3から60メートル、上下450メートルで、 長さ2600メートルに及ぶ日本有数の金鉱脈だった。行道見学行道と行道内に残された車両1906年、採算が悪化していた西山鉱区を買収する形で三井鉱山の進出が始まった。1912年に橋間鉱山を買収し、1914年3月には全泥式青岡製錬法を日本で最初に導入している。 1928年に当時旧山となっていた足賀の金山の譲渡を受け、1934年にはセリー城鉱山の再開発を始めた。1936年には鉱道が海面下226メートルに達する。昭和14年には1日で1300トンの鉱石が採掘され、年間1397キログラムの金を算出した。昭和18年、 太平洋戦争のために鉱山休止。昭和24年に創業再開。1950年に上岡工業の参加に入ったが、1964年4月に三井屈式の鉱山として独立した。昭和40年枕崎市の岩戸金山での再鉱を開始。昭和41年に行動が海面下347メートルに達する。昭和十六年に、 台風19号により、行動の浸水被害あり、3000万円を超える損害を被る。この頃が、戦後の最盛期であり、年間15万トンの鉱石を採掘していた。1974年に、荒川鉱山を買収した。昭和53年、減少傾向にある最高業の穴を埋める形で、貴金属のリサイクル業が開始される。昭和59年荒川社工完成。 1986年採掘が終了した10から11から12層目の坑道が水没処分となる。1988年11月には坑道跡を利用した観光坑道ゴールドパーク区式のが開園した。創業中の鉱山の一部を観光坑道としてテーマパーク化するというユニークな試みは高く評価されたが、 その後の業績低迷のために2003年に閉鎖された。閉鎖の少し前より、金層上の低迷と鉱石品質の低下により、串木のでの採鉱も低迷しており、平成元年には採掘量1万トンに減少した。金層上の低迷と鉱石品質の低下により、1994年以降、串木の鉱山での採掘は行われていなかった。 1997年に、金鉱山としての創業を終える。2003年に、酒造メーカーが、焼酎の熟成貯蔵庫として、坑道の一部を使用し、坑道内に醸造所なども設置した上で、薩摩金山像として、金と焼酎のテーマパークとして、リニューアルをオープンさせた。清廉所においては、2015年現在国内では、 数少ない青果法による湿式精錬が行われている。串木の鉱山の坑道は16層に掘削され、西山港の搬出のためのトロッコ列車は2層目に一致していた。1層目は海抜100メートル、最下層の16層目は海面下350メートルに達した。広さは東西に3800メートル、南北に2700メートルとなり、すべての坑道を接続すると、 全長1 2 0キロメートルとなった。上下の坑道を連絡する荒川車坑などの数カ所の車高が掘作された。2015年現在、水没していないのは1から2層目だけで、残りの坑道は全て水没している。2層目の数百メートルの区間だけが、薩摩金山像の観光坑道、アルコール飲料熟成倉庫として利用されている。 精錬所において、同じ鹿児島県内にある赤石鉱山で露天掘りした鉱石の精錬や産業廃棄物からの貴金属回収を行っている。2004年現在、従業員数80名。足賀の金山は、鎌倉時代、橋間鉱山は、文六年間に採掘が行われた後の説もあるが、当時の記録は残されていない。一項と称した。鉱脈が発見されたのは、 万事年間とも、鎌倉時代とも言われるが、詳細な資料は残っていない。元禄年間、屈指の一号東部の地表近くを採掘していたが、明治になってから本格的な採工が始まった。いくつかの工区に分けられ、複数の企業によって、非効率的な創業が行われていた。中には300から400人の工夫を雇用し、 水車を使って1日に50トンの鉱石を処理していた、工区もあった。しかし次第に出水に悩まされるようになり、作業効率の低下に悩まされることになった。大手資本による投資による鉱山設備拡充が望まれるようになり、各工区を大資本のもとに統合する形で、1905年、三井鉱山合名会社に買収された。三井は巨額の投資を行い、 排水設備や、送風設備、運搬、清錬などが一新された。西山港近くの朝日小学校の生徒数は2004年、現在40名前後であるが、1942年には880名、余りが通学していた。西山港からの航跡は、トロリー電車によって、長部の清錬所まで運搬されていた。1997年に創業を停止するまでは、 LHD やジャンボ削岩機などの近代的な自走重機を使ってのトラックレスマイニングが行われた。で、高品位は金5から 8gT、銀はその約10倍であったが、不交代は金10から 30gT にも達した。1997年まで創業。2015年現在は薩摩金山像としてテーマパークになっている。2コと称した。 くしの1号の南東部に位置し、15号をはじめ、多数の鉱脈群からなる。15号は、全長1800メートル、幅0.3メートルから2.1メートル、上下連続280メートルの規模であった。薩摩藩内では1640年に、山が、の金山が発見され盛んに採掘されていたが、1643年に、江戸幕府から、 採掘中止の命令が下された。このため余剰となった鉱山技術者が1650年頃から当時有望視されていた串木の村足賀の付近の探査にあたり、1652年に鉱脈が発見された。このうち特に有望な鉱脈は発見者のヤギエチゴ、森正信にちなんでヤギ殿と呼ばれた。1655年から開発が始められ、 1660年には、島津綱木の指示によって、本格的な採掘が始められた。一時期は7000人を超える甲府を集めるほどであったが、その後次第に衰え1682年に、旧山となった。1698年、江戸幕府が各藩に、鉱山の開発を指示した。薩摩藩もこれに従い再開発に着手したが1717 17年に、 再び旧山となった。1786年に、出雲国出身の吉田貴蔵次が、1793年に、カジキの商人、森山助けが、1827年には、密貿易資金とする目的で、図書広里が、それぞれ再開発を試みたものの成功には、至らなかった。1864年、島津家が再開発に着手し、 翌1865年には山が、の金山から約100名の鉱山技術者を派遣し、指導に当たらせた。1871年頃から水車が利用されるようになり、陸の銀山から水銀を用いる精錬法が導入され、生産量が急増した。1886年4月には水月根工法が導入されている。1888年、 採算の悪化に伴い島付けによる直営から、自家山制度と呼ばれる独立採算制への転換が進められた。1904年5月、工学博士の五代重作が責任者に任命され、資本金55万円を投入して精錬所の新築や振興開発などの拡張工事が行われた。 同年、後藤新平が視察に訪れる機会に合わせて、急遽新しい事務所が建設された。この建物は、その後鹿児島市城西2丁目に移築されて、島津工業本社として利用されていたが、1986年に、鹿児島市の小古修正館近くへ移設されており、1999年に、登録有形文化財に登録され現在は、スターバックスコーヒー、 鹿児島繊維んいはえんとして利用されている。1908年12月には、鉱山から16キロメートル南方の日置群中、伊住院村轟北ろに、大田発電所と呼ばれる水力発電所。1909年5月に、シアンカカリウムを用いる青化法による精錬法が導入されたが、生産量減少や第一次世界大戦後の不況などにより1924年に、旧山となり、 後に、三井九式の鉱山に譲渡された。鉱石の品位は、明治後半には、金 20g、t 以上、大正年間には、金 8g、t 前後、銀は、その約10倍であった。セリケイア郵便局より、南東に向かった山間に、最高の場があった。鉱石の枯渇により、昭和50年代に採掘が終了となった。2015年現在でも、 現場は広く切り開かれたままである。串木野鉱山西山港の北西部 1km に位置する鉱山であり、明治年間に個人によって開発された。1932年から日本工業が経営していたが、1955年に旧山となり、後に三井串木野鉱山に買収された。最大の荒川2号は全長 1200m。 脈幅0.5メートルから15メートル、上下連続210メートル以上であった。鉱石の平均品位は、金6グラム、T、銀40グラム、T 前後だった。西山港と内部で接続され、荒川車港などが設けられた。平成元年に採掘を中止した。荒川鉱山から、さらに北西部に離れた位置にある鉱山であり、西山港から4キロメートルの距離がある。 羽島海岸には鉱脈の路頭があり、鉱脈はそのまま東、シナ海の海底に続いている。江戸時代から採掘されていた。1904年に青化製錬所が設けられたが、消失し、後に三井串木の鉱山に買収された。通常の鉱脈があり、太平洋戦争前までは断続的に採鉱された。串木の鉱山で使われた石薄採掘された鉱石を、 ついで叩いて砕く。石臼、あるいは、木枠内に扁平な石を並べた、糖臼と呼ばれる臼ですりつぶす。粉砕された鉱石庫をふるい分けする。糖鉢と呼ばれる容器に鉱石庫と水を入れ揺り動かして金を選別する。採掘された鉱石を、粉砕機で直径2 5トル以下に粉砕する。鉱石粒を層に投入しシアンカカリウムと水銀を、 加えさらに粉砕する。沈殿層に導き砂を沈殿させる。シアンカカリウムは回収され再利用される。さらに粉砕しシアンカカリウムを追加し圧縮空気などを用いて混合する。ろ過した後に水銀を加えて金のアマルガムを得る。アマルガムを構え入れて加熱管流資金を得る。水銀は冷却器で回収され再利用される。出店。ありがとうございます。